生息しています。それからアナコンダと呼ばれている大きなヘビがスーッと近づいてきて、この大きな体をパクリと食べられてしまう。野生ではそういったピンチが頻繁に訪れるんです。ですがカピバラはただ負けっぱなし、食べられっぱなしではないんです。群れで生息している動物ですので、仲間に危険が迫ったことをある警戒音を放って教えてあげるんですね。どんな警戒音を放つのかと言いますと、たまに鳴くんですがあんまり聞かないと思いますので、ちょっと真似しようと思います。あんまり期待しないです。ボクボクしてますね。何を食べる動物なのかと言いますと、草食性の動物です。それなのでほとんど草を食べているんですね。動物園ではこのシーズン乾燥させたイネ科のものだったりマメ科のものを与えています。それとですね、おやつ程度にさつまいもや人参、それからリンゴ、そういったものを与えていて、大好きなのでまずさつまいも、人参、リンゴをまず真っ先に食べるんですね。草を食べているだけなのに大体たくさん空きがあるようです。昨日はですね、この時間帯で、はい、完売いたしました、12人限定で行っております。興味がありましたらぜひスタッフまで直接お声掛けお願いします。それでは引き続きカピバラ温泉をお楽しみください。ありがとうございました。ここまでやるのもうできない。とても可愛いと思います。皆さんが見ていただいているこのとても小さなサイズはですね、あと半年も経つととても大きな個体になってしまいますので、このサイズで温泉に入っている姿を見ることができるのは今しかありません。それなので今日はですね、たくさん写真を撮ってくださいね。この4頭の赤ちゃんたち、名前が実はもうついていますね。大福くんと言いましたが、1月の2日に毎年福袋というものを販売しておりまして、その中に命名権が入っていたお客様に名前を付けていただきました。オス2頭、メス2頭いるんですが、オスはですね、渋い名前がつきまして、まずですね、ヨシチカくんという子がいます。ヨシチカくん、右の前の肩カットしてある子で、体が一番小さい子です。ヨシチカ子と一緒に一生懸命触ろうとするんですが、スッと逃げてしまう、そういう子だったりするんですね。ヨシチカくん、この子かな。ヨシチカくん、あ、触らせてくれますね。あ、はい、ヨシチカくんではなかったです。この子はですね、ここそこでですね、温かいお湯を冬場入れてあげることで、大好きなお水に一年中浸かることができるんですね。十数年前はカピバラたち温泉に入るということはあんまりなかったんです。そういう施設があんまりありませんでした。でそのため冬場のカピバラたち、お肌がバリバリのガサガサ、人間と同じだったんですね。カサカサしていたんですが、こうやって冬場にお湯を張ってあげることでツヤツヤのお肌保つことができるようになったんですね。そしてこの毛質も、まあ、バリバリに見えるかもしれませんが、お風呂に入らないよりかは比較的サラサラ綺麗な状態を保つことができるようになったんです。それなのでこの温泉はですね、ただ可愛いだけでなく健康な水が大好きなんです。なので、まあ、ちょうど出したところにもしかしたら来てくれるかもしれません。はい、かなちゃんがタイミングよく2つ使ってくれましたね。2つ気まぐれで使ってくれるので、今のうちに写真撮ってあげてくださいね。カニギになりましたので、冬の風物詩カピバラ温泉の時間が始まりました。私から簡単にカピバラについてご説明させていただくんですよ。でも一回こうゴシ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 触っているとですね、この気持ちよさに気づいてそのまま黙って触らせてくれるんです。カピバラはですね、ゴシゴシしてあげるのとても大好きなんですね。ゴシゴシしてるうちに気持ちが良くなって毛がだんだん膨らんできます。
たまにですね、フェンス越しで眠っているカピバラがいますので、そういう時